ニュースマグビです。竹林での不倫スキャンダルが報じられたフジテレビの秋元由里アナ。現在局内では秋元アナが姿を消した BS フジライブプライムニュースやワイドナショーの空いた席に座る女子アナの選定が行われています。ワイドナショーの後釜について番組関係者は、堤礼実アナや長尾和子アナの名前も挙がっていますが、現実的なのは松村美代アナでしょうとのこと。松村アナは秋元アナが休んだ時に BS プライムの代役を務め上げた安定感もあるそうです。雑誌のニュースを動画でチェック。ニュースマグビ